保坂康氏は、日本の政治家、税理士。自由民主党所属の衆議院議員、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官。父は、指揮市長を務めた、保坂国夫。埼玉県指揮市出身。指揮市立宗岡小学校、指揮市立宗岡第二中学校、青山学院高等部卒業。青山学院大学理工学部経営工学科卒業。 帝京大学大学院経済学研究科修士、家庭修了。税理士となり、日本青年会議所埼玉ブロック協議会会長、社会福祉法人、学校法人の各理事などを務めた。2015年4月、第18回埼玉県議会議員選挙に、南第17区から自由民主党から出馬するも、現職の鈴木正人に敗れ、落選。 2016年4月、式市議会議員に初当選。2017年6月22日、埼玉4区の豊田真由子が自民党へ離党届を提出。豊田の離党届は8月10日に了承され、9月22日、自民党県連は次期衆院選の埼玉4区に小坂を擁立する方針を決定した。 同年10月に行われた第48回衆議院議員総選挙の埼玉4区は、保坂のほか、希望の党、日本共産党、日本維新の会がそれぞれ擁立した、新人、前職の豊田ら5人の候補者による乱戦となったが、初当選を果たした。ありがとうございます。